私はオンンンラインサロンの月額制をししました毎月自動的に生徒さんから引き落とししたいのですがやり方がわかりませんどうしたら月額制の引き落としができますでしょうか <music> はいまあこれはあ決済の話ですねどちらかというとね、まあ、月額のお支払いっていうのはあまあ一番代表的なもので言えばペーパーですよペーパー。 分かりやすすいものであればねねペーパーです、ねはいまあ、他にもあるけど多分一番最初の初心者の人はペーパルを使うのが一番分かりやすいと思いますペーパルで月額の課金するものがあるのでねまあそれでやっていけば問題ないんじゃないかなと思いますねはい小松さんの質問ですねありがとうございますはいえー、っとちょっと他にもちょっと質問来てますねはいえー、っとどこだったかな はい、ちょっと待ってくださいね質問が探せなくなっちゃったなはいえー、質問が確か来てたと思うんですよね他にもねはいちょっとじゃあ,あの見つかるまでこっちのですねノートの方でね、えー、事前に来てる質問そこにお答えをしていきたいと思いますはいえー、っとまだ自分の商品 あ自分の商品だと本業との兼ね合いでいろいろ制約があるため将来的には他の人の候補支援プロデューサーに回った方が良いのかなというふうに考えていますその場合どういったステップでそれをやっていけばよいかアドバイスください、ね、まずは自分の自身の成功をさせたいんですけども、まあ、制約があって思い切ったことがいろいろできないのがジレンマですというのがありましたねはいプロデューサーまあローンチのねプロデューサー要はあー自分自身の商品 ではなくて誰か他の人の人商品それを裏方に回ってその人の商品の集客だったり販売を手伝ってあげてそこで収益を出たものに対して売上げのパーセンテージをもらってビジネスをするとつまりローンチプロデューサーあるいはローンチマネージャーと呼ばれるそういったものですねそれをやっていくにはどうしたらよいかっていう質問だと思います。でこれは モモデデルルとしてはいいモデルなんですよでまず何がいいかっていうとあなた自身が前に出て人によってはしゃべるのがすっごく苦手な人もいるわけですよ。もう人前に出てしゃべるなんか絶対できないですって人もいるわけですよね。でもマーケティングとかすごく好きであるいは何か文章を書いたりとかコピーとか書いたりするのはすごく好き。でもカメラの前で喋るのはすごい苦手って人やっぱいるわけですよね。 そういう人にとっては自分は顔出ししてしゃべれなくても後ろでマーケティング自分の持っている知識を使って商品を売ることができるからこれは誰かいいコンテンツいい商品を持っている人と一緒にパートナーシップを組むことができたら素晴らしいビジネスモデルになるわけです。で実際に私自身もこのローンチプロデューサーって呼ばれているものをやってました過去にはね。結構やってました。 あの多分商品の売ってる本数だと私は多分自分の商品よりも誰か他の人をプロデュースして売ってる方が多分数多いと思います自分自身振り返ると今までやってきたのを振り返るとねまあ私一番最初にやってた時はそもそもアフィリエイトやってたから自分の商品持ってなくて誰か他の人の商品売るためのコピー書いてたしで情報の情報を販売するっていうそういった オンラインのビジネスをオンラインのビジネスのモデルを2008年からやりましたけどもその時もおそほとんどは8割ぐらいは多分誰か他の人とパートナーシップを組んでその人の商品を売ってましたねコピーを書いてはいで論調学んでから自分自身の論調もやりましたけどもその後に他の人の商品をその人たちの論調の設計をしてあげてコピーを書いたりとかしてっていうのをやってました だから私自身のオンラインビジネスやってきた自分のキャリアを見ても自分の商品じゃなくて誰か他の商品を売ってたことっていうのがやっぱ多いわけですよ。なんでこれはビジネスモデルとしてすごくあのいいモデルだって私自身も分かってるんですね。であなたが例えばその商品あったとしてもじゃあその商品をずっと毎月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 それをローンチして売っていくのって大変じゃないですか。 でもじゃああなたの商品のローンチは年に2回やったとしますよねでその間じゃあ半年に1回半年に1回あなたの商品のローンチがあったとしたらその半年間の間あなたのところにお金が入ってこないわけですよねじゃあその前に他の人の商品をプロデュースしてローンチをしてあげるってことをやったらここで収益を上げていくことができるわけですねでこれはビジネスモデルとしては素晴らしいわけですよじゃあどうやって まずそのプロデューサーとしてやっていくために始めていったらいいのかこれはまず一番大事なのはそのもしあなたがローンチのプロデューサーだったらローンチについてしっかり勉強することが大事ですよねこれはものすごく勉強することが大事ですよプロデューサーになりたい人はプロデューサーになりたい人はそのしっかりとそのローンチだったりマーケティングの仕組み理論フレームワークをしっかりと理解しないといけないです まあこれ商品を売る人も理解しなきゃいけないんだけどプロデューサーになる人はより理解する必要がありますね要はあなたの商品じゃないものを売るわけなんでそもそもあなたはその商品に対しての知識を持ってない可能性があるわけですよそしたらその知識を持ってないってことはそのマーケットのことをわからないわけですよねじゃあマーケットのことが分からなかったらまずあなたはどうやってそのマーケットの リサーチをするかっていうリサーチ方法を知らないといけないわけじゃないですかでマーケットが分かんないってことはどんなコピーを書いたらいいのかってことも分かんないわけですよねじゃあそそののマーーケットの知識ががななななかかっったらコピーが書けいいんんことですよ。あなたはそのコピーの書き方コピーの書くフレームワークひな型そういったものを分かってあればコピーを書くことができるわけです だからまずそういったものをしっかりと理解するためにすごく勉強することが必要。でももしあなたが勉強が好きでそういった戦略戦術フレームワークというものをしっかりと勉強することができれば他の人の論調を手伝ってそこで収益を上げることってできるわけですね。でじゃあまずそこを勉強したとして今度は次はパートナー探しが大事なわけじゃないですか。でもしあなたが いいローンチを自らがやったりとかしたら一回でもいいローンチをやったりとかあるいは一回でもそのパートナーのねローンチをやって当たったとしたらあなたのところに仕事は殺到しますそういうもんなんです良いローンチをやってる人のところには人が来て私のローンチも手伝ってくださいって人がいっぱい来るんですだからそのローンチのパートナーを探そうと思ったときにあなたがローンチの実績があれば別に一生懸命探す必要なくて向こうから来るわけですお願いしますって形で あなたは選ぶことができるわけですねでも最初からそういう状態じゃないわけじゃないですかじゃあどうするのかそれはコミュニティにあなたは所属することが大事ですそういった起業家の人たちが集まるコミュニティ人脈構築すごく大事ですこれものすごく大事ですでやっぱりそういったところでいろんな人とこうつながるっていうところですよね 今はオンラインでも、オンラインのイベントがあったりとか、Facebook グループでいろんな企画をやってたりとかするんで、やっぱりそういったところに積極的に参加して、自分が組める企業家の人たちがいるような、そういったところの場に参加して、そこでアピールしていくことが大事です。で、アピールっていうのは、私こういうことやってますから一緒にやりましょうっていうそれとの直球投げてもみんな嫌がるわけですよ。だからまず人間関係を構築していかなきゃいけないわけですよね。そのためにはまず価値提供すること。 アドバイスすすることが大事ですどこかのやっぱりじゃあグループに入ったりとかイベントに参加したりとかしたらまずはそのあなたの持っている知識とか経験とかで誰か困ってる人がいたら教えてあげる無料で教えてあげるいろいろサポートしてあげるそういったことをやることによって人間関係を構築することが大事あなたのプレゼンス存在感あなたのオンライン上のプレゼンスっていうのをやっぱ高めていくってことが大事ですよね で、信頼を得るということです。で、そういった信頼を得て、あなたのプレゼンスが高まった上で、僕こういうことやってるんですよ。どうですかっていう形でアプローチしていくことが大事。いきなりですね、メッセージで、じゃあ企業家の人たちに送って私と一緒に JV やりましょうみたいな、ブワーって送ってったとして、誰もあなたに返事は来れないわけですよ。で、もう一個大事な部分があって、あなたがもし組んでプロデュースするんだったら、 しっかりとその商品を継続的にあなたが販売できるかどうかって長期的視点でやる必要があります一回だけやって一発当たってお金が入ればいいって考えてやると絶対うまくいかないですプロデュースっていうのはあなたが本当にこの商品は心から情熱を持って取り組めるなっていうふうに思えるものでやらないとうまくいかないお金のためだけにプロデュースやってもうまくいかないです それはもう私は今自分自身の経験でもわかるしやってきた人たち見てもわかりますそうじゃないんですやっぱり情熱を持って仕事をしている人っていうのは良い結果を出しますよだからもしあなたが商品の販売者でこれから自分の商品を販売したいんだったら情熱を持つことが大事ですよねでもしあなたがプロデューサーでその誰か商品を持っている人と組むんだったら情熱を持てる人と組まないと絶対うまくいきません このプロデュースとかはやっぱり短い期間とかでいろいろやり取りをしたりとかコミュニケーションをしたりとかするわけですよで衝突することもあるし意見が合わないこともいっぱいあるわけですストレスもすごくかかるわけですでもそれもやっぱり一つやっぱ大きな情熱があってあこの素晴らしい価値を一緒に届けたいっていう思いがあれば乗り越えることができるだからそういった部分っていうのをすごく大事にしてそしてパートナーを必ずしっかりと選ぶことが大事なたたちよね そうやってやっていくと良い形でそのローンチのねプロデュースモデルっていうのをビジネスモデルに取り入れていくことができると思います。はい、いいですね。